皆さんこんばんは。やるって笑う。小坂信人です。今日は一政治家として、やってきました。実は今原発が全部止まってます。しかしまたいつですねこの再稼働ということで動き出すやらわからない状態ですよね。原発ゼロへという声は圧倒的な私は世論だと思ってます。いかがですか。で私はですね1970年60年代ちょうどオリンピックの頃の小学生でしたね。前のオリンピックですよ。でその頃は鉄腕アトムの世代ですからやっぱり原子力は素晴らしいと思ってました。ただ15歳でやっぱり原発危険だというふうに思いました。変わりました。そして1979年にスリーマイルアイランドの事故があって、もう決定的にこれは日本で当時計画されていた原発を止めなければいけない、こういうふうに考えました。1980年代の初めには高知県の久保川町というところで原発を誘致する町長をリコールしたという、そういうことがあったんですね。じゃあその浜辺でロックコンサートを中心としたキャンプインをやろうというのが、初めての野外フェスを、この原発の問題で取り組んだ1回目でした。高木仁三郎さんとかね、そういう方も見えてました。2回目も青森県下北半島などでやってきました。その後国会に行きましたけれども、まあ、15年間いろんな原発に入りました。柏崎たりは、地震で火が吹きましたよね。この建屋の中に入って写真を撮りまくっていかに壊れているかというのを当時の記者団みんな見せたんですね。ところが全く報道されなかった。私は 3.11 のあの地震のその最中で政府が非常事態宣言を出した時に今の子供たちの世代に本当に申し訳ないなと思いました。早くから気づいて反対していた、問題を指摘していた、その私たちの方が、まあ、幾分責任は重いんじゃないかというふうに思ってます。やはりこの3月11日から2年半経って最近小泉純一郎さんという元総理がやっぱり原発ゼロだと今しかないとこう言い出しました、ね、私はいいことだと思ってます。元総理で今まで言っていたことと照らし合わせるとなんかパフォーマンスじゃないのというような声もありますけれども、しかしどの国もですね、いろんな考え方幅広くある中で3月11日の日本の福島第一原発の事故を見てドイツでもイタリアでも変わったじゃないですか。日本だけ変わらないんでしょうか。ここも絶対に変えなければいけない。だから今のこの原発ゼロと、この機会にですね、脱原発、原発ゼロをみんなの力でですね、いろんな人を拒まず作り上げていこうじゃありませんか。以上です。ちょっといいですか。すいません、ちょっといいですか。それで今、保坂さん